カラクレナイは、日本の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2017年のフィリーズレビュー。場名の由来は、カラクレナイ。濃い公職。2014年4月29日、ヤシロ大ファームにて誕生。母バーニングレッドが本、馬を出産した後に亡くなり、馬に育てられた。初期順地を経て、1歳の11月頃から、直線ソロ路入りを始めた。 ヤシロ大ファームの調教担当は、当初は、非力な印象もあり、走りもフラフラしていたものの、馬体のシルエットが短期間で、ぐっと大人びてきたので、これは、良い方向に変わってくるという確信めいた思いがありましたと回想している。10月23日、京都競馬場の新馬戦に、ミルコデムールを安城に据えデビュー。単勝オッズ7.2倍の4番人気の指示を受けた。 スタートから5手を踏んでそのまま後方待機。最後の直線で、後方13番手から上がり3、ハローメンバー中最速の末、足を見せたが、先行勢に届かず4着に敗れた。続いて11月13日、新馬戦と同じ競馬場、同じ距離、条件の未勝利戦に出走。後方待機からまた上がり3、ハローメンバー中最速の、 末足が通用し後方に一馬身二分の一差を離して勝利、初勝利を挙げた。12月3日、阪神競馬場の万両賞に、川田賞宮比に乗り換わって出走。単勝オッズ2.2倍の一番人気に押された。七番手から最後の直線に侵入、抜け出して後続に一馬身離して、勝利、に連勝となった。3月12日、 前回と同じ距離の重傷であるフィリーズレビューで重傷初挑戦。単勝オッズ3.8倍の一番人気の指示、ミルコデムーロを安状に再び起用した。発場で出遅れて、後方2番手に1、最終第4コーナーで馬群が内側に凝縮されている中、その大外を通った。直線では、ババの外側から伸び、ババの内側、後位から抜け出しを仕切りを図った。 例のミノルを決勝戦手前で差し切り、2分の一馬身離して勝利。重賞初勝利を挙げた。3連勝で大賀賞への優先出走権を獲得。松下部市長教師は開業3年目で平地重賞初制覇となった。デムーロは日曜日のメインレースを6週連続で勝利。先週の調教で乗った時は8割ぐらいの感じでしたが、良くなる感じで。 今日は、自信を持って乗りました。外枠でしたし、ペースも速そうなので後方でじっくり乗って、最後は、いい足で伸びてくれました。大賀賞も楽しみな馬ですと解雇した。しかし、大賀賞では、アドマイアミヤビと参戦するために乗り換わることとなった。4月9日、優先出走権を行使して、大歌賞に参戦。田辺広信に乗り換わり、スタートで出遅れて後方に待機。 最後の直線で14番手から、リスグラシュやアエロリットと共に、ババの外側から追い上げたが、先に抜け出していた、レーヌミノルや、ソウルスターリングには及ばず、優勝した、レーヌミノルから0.2秒を離された4着となった。5月7日、NHK マイルカップに参戦。ミルコデムーロが、安城に復帰し、単勝オッズ5.0倍の一番人気に押された。 後方10番手で待機し、最後の直線にかけたが全く伸びずに交代、最終的に優勝した2番人気、アエロリットから1.9秒離された17着で、ブービー賞となった。デムーロは全然ダメ。スタートが良くていいところを取れたが、そこから進んでいかない感じだった。こんな馬じゃないお年、松下も初めての長距離輸送があったからか、 この春の3層目だったからかと試案していた。松下はこの日、あまりのショックのために、あの日はどうやって家に帰ったのかも覚えていないなど、競馬の怖さを肌で感じた一戦と回想している。その後は、宮城県の山本トレーニングセンターに放牧されて、休養し、秋荷賞のトライアル競争であるローズステークスに出走して14着、コバと 初顔合わせとなった10月28日のスワンステークスでも16着と敗れた。2018年は重賞とオープン競争に延べ8回出走。しかし5月のクラマステークスで3着となった以外は目立った実績を上げることができなかった。2019年5月、年明けから数えて3戦目、前年3着となったクラマステークスに参戦。 単勝オッズ11.8倍の4番人気に押されて、出走。後方に陣取って追い込み、4分の3馬身離された2着に、敗れた。これが、フィリーズレビューでの勝利以来の、約2年ぶりの連帯券への入着となった。その後一戦挟んで7月14日、福島競馬場のバーデンバーデンカップに出走。王の匠とのコンビを結成し、 単勝オッズ8.4倍の5番人気の指示を受けた。中段を追走し、最終コーナーでババの一番外を回って追い込んだ。直線残り200メートル過ぎで先頭に立ち、さらに外側から追い上げてきたアンバルを頭差しのいで、勝利2年4ヶ月ぶりの勝利を記録した。大野はコーナーで馬の後ろに入れられたのが良かったです。先頭に立ってから、 ふわっとしましたが押し切ってくれましたと振り返った。その後2020年にかけて、王の匠と共に五戦に出走。10月のオパールステークス、11月の京ハンハイ、年明けた1月の夜の短距離ステークスで、すべて3着を記録するなどしたが、勝利することができなかった。2月2日のシルクロードステークスで11着に、敗退したのが引退レースとなり、 同月6日付で競争馬登録を抹消、北海道千歳市の八代大ファームにて繁殖品馬となった。引退に際して管理した松下は、旧社にとっての平地重傷発制覇を含め、いろいろな経験をすることができました。いい子供を出してほしいですと話した。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。インク。 産経デジタル、伊崎修五郎の面白競馬学、からくれないに任されるとは。産経ウエスト、2020年2月24日、閲覧。JRA 競争場検索。www.gra.go.jp。2020年2月24日閲覧 j r a 競争馬検索 w w w j r a g o j p 2 0 2 0年2月2 4日閲覧 AB、くれないの血を構成へ松下厩舎の礎を築いた、からくれない競馬ニュース。 netkeiba.com 2020年2月24日閲覧フィリーズレビュー G ーに重症ウィナーレポート競争場のふるさと案内書 uma-furusaeto.com 2020年2月24日閲覧2最新場2016年10月23日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月22日閲覧2歳未勝利2016年11月13日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月22日閲覧万両賞2016年12月3日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年2月22日閲覧。abc フィリーズレビューはカラクレナイが3連勝で重賞発生波を果たす。ニュースサラブレモバイル。サラブレモバイル。2020年2月24日閲覧。abc フィリーズ R サンデーミルコ。 6週連続メイン V。予想を TV。サンスポー。com。2020年2月24日閲覧。校長デムーロシュイ独走日曜メインは6連勝中。日本経済新聞電子版。2020年2月24日閲覧。フィリーズ R。からくれないが。大外から鮮やかに差し切り3連勝競馬実況ウェブ。ラジオ日経。 www.radionikkei.jp 2020年2月24日閲覧フィリーズ R カラクレナイが大外から鮮やかに差し切り3連勝競馬ニュース netkeiba.com 2020年2月24日閲覧インク三景デジタル三歳児双方カラクレナイ田辺騎手と大賀賞へ 予想 OTB2020 年2月24日、閲覧。大賀賞2017年4月9日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月24日閲覧。カラクレナイが4.0倍で一番人気。NHK マイルシーズン実をつ競馬ニュース。netkeiba.com。 2020年2月24日閲覧。NHK マイルカップ2017年5月7日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月24日閲覧。abc,nhk マイルデムーロ、全然、ダメからくれない17着競馬ニュース競馬予想のウマニティ、humanity。 サンスポ日本放送公認 SNS。競馬予想のウマニティ。サンスポ日本放送公認 SNS。2020年2月24日、閲覧。関西 t v ローズ S2017 年9月17日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月24日閲覧。 毎日放送賞スワン S2017 年10月28日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月24日閲覧。クラマステークス2019年5月5日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年2月23日閲覧。バーデンバーデン C2019 年7月14日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年2月23日閲覧。バーデンバーデン C、からくれないが、コバオープン初勝利。www.sponichi.co.jp。 2020年2月23日閲覧。バーデンバーデンー、からくれないが、約2年4ヶ月ぶりの V、JRLS 結果競馬ニュース、netkeiba.com。2020年2月23日閲覧。バーデンバーデンー、からくれないが、頭差しのいで、久々の勝利競馬実況ウェブラジオ日経。 www.radionikkei.jp 2020年2月23日閲覧。からくれないが、引退、繁殖場にニュース競馬ブック。p.keibabook.co.jp 2020年2月24日閲覧。からくれない、引退して、繁殖入りシルクロード S11 着が、ラストラン。 www.sponichi.co.jp2020 年2月24日閲覧。カラクレナイガ抹消サンスポーズバット、競馬。2020年2月24日閲覧。フィリーズ R を制したカラクレナイガ、引退、繁殖入り曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com 2020年2月24日閲覧。からくれない競争場データ。netkeiba.com。2020年2月24日閲覧。ありがとうございます。